ゆきこんこん、ゆきこちゃんの中の人です。ファイナルファンタジー15エピソードですか、体験版続きをやっていこうと思います。楽しいキャンプ、美味しい飯テロ、ご飯を食べた後です。キャンプの前は2人で活動してたのですが、仲間と合流して4人フルパーティーになりました。おお、立派な体だな。油断するなよ。体？誰に言ってるんでしょう。今回は、車の修理。前の体験版の時は確かどうだったかな、車に乗った状態だった気がするんですけど。仲間が、すでに構えています。あの農薬の、あ、襲ってこないので戦わないでいきますね。車がどうなってるか様子を見に目的地に向かおうと思います。しかし、あ、敵が、怖いです、エンカウントの音が。どこだろう。これなら余裕。さっさと片付けようぜ。高い、片付けすぎです。高いところにの登って戦闘を回避してしまいました。仕事が早いです、ノクティス王子。一瞬で仕事を片付けてしまいました。あ、また。あ、ここいっぱい湧くところです。今回は4人なので楽しく戦っていこうと思います。いっぱいレベル上げないとベヒモスに勝てない気がします。あれ、1匹しかいない。他にもいると思ったんだけど。あー、ここはきつい。沼地です。あー、靴の中が泥水でいっぱいになっちゃう。あ、ジャンプして登れる。仲間たちも登っていった。プロンプトが笑ってます。お、楽しいですね。私も岩山を登るのすごい楽しいです。また敵が。どこでしょう。あ、後ろから。え、一匹、また一匹だけ。一匹だけ。ん？チョコボ臭い。はいはい。体験版の、え、チョコボに乗れるの？チョコボ、あ。ではチョコボのクエスト、ちょっと寄り道で行ってみようと思います。こちらに。すぐ、あ、近くですね。あ、黒チョコボがいたところです。どんなチョコボが出てくるのかな。黒チョコボ以外のチョコボ出てくるのかな。いえ、黒チョコボでした。黒チョコボがいます。よくやったね。いい感じだな。クリア。あ、近づいただけでクリア。あ、どうしよう、音が出なくなっちゃった。まだ体験版ではチョコボに乗ることできないかな。 あ、逃げちゃった。あ、簡単です。黒チョコボに近づいただけでクエが終わりました。では目的地を変えます。じゃあ車の修理場
最初の目的地に向かっていきます。ここはさっきグラディオと2人で、あ、グラディオがすごい遅れてる通ったところかな。うん、また敵が、え、必要な、いた、え、バトルカー指示に仲間とのイベントが発生するとクロスリングの発動率が大幅に上昇します。あ、さっき練習したクロスリング、バッカのところに行って技を発動、死ぬんじゃねえぞ。調子いいじゃねえか。当然。予想通り。ま、すごいです。4人いるからすごい。倒すの早いです。スムーズに進めるようになりました。なんか左側にすごい速く動くのが見えたの、見えたような気がします。なんだろう、気のせいかな。あ、な、急に、え、二人と、え、足が速くなった。スタンドってどこも同じ感じなんだな。あ、また同じつか旧世代の形だろ、あれ。労働者の憩いの場、近づくとサブクエストが急に、また寄り道で、同じ目的地は一緒ですけど一緒に進めていこうと思います。あの空気がいいよね。うんうん、すごい緑がいっぱいで空気美味しい。敵の空気はまずいけど、あれ、え、何だったんだろう。前回の体験版ではまだ車の修理依頼してるところにまだ会っていないです。フィールド、前回の体験版バージョンの体験版では歩き回ってるだけだって、今回車の修理を依頼してるところに行くのは初めてです。なのですごい楽しみです。スクリーンショットで見たのですが、FF シリーズの使徒が出てきます。それをムービーで見るの初めてです。すごい楽しみです。考えとく。ここの店は辛いやつあるかな。辛いやつ？食べ物？本当プロンプトさん何でも興味津々で可愛いです。かわいい音、私から見ると弟ポジションです。あ、え、なんだろう、ああ、すごい、え、すごい人がいる。ここに、なんだろう、シム、ガルラ肉、ガルラ、あ、さっき、あ、襲ってこない敵、あーすごい、なんか GTA5 みたいです。あー、帝国封鎖でコーヒーの入荷が遅れてる。わーすごい、あ、やっぱりすごい文字がなんか独特な50の独特の文字で書かれています。独自の文化があってすごい面白いです。あ、全然、え、英語みたいな文字ですが。ショップ、何か売っていますか？あ、え、物が買えちゃうんですか？あ、何か買える。例
お金が車の修理代を貯めているところですので。安いのでは一つだけ買ってみたいと思います。一種類ずつ買っていきます。我らの肉は高い。タンパク質豊富なものは高いですね。からちょっと高い。ポーション。これまで貯めないといけないのですが、これくらいにしておきます。また来てくれよな。あ、何回でも来たいです。面白いです。あ、普通のゲン、すごいです。か、ま、すごい、村人のお姉さん。あ、なんか、着火。なんから、FF13 の13のライトニングさんみたいです。なんて。あ、お店の中リアルです。こういう細かい部分が好きです。あ、この中にアイスが入っていそう。イグニスはなんだかコーヒー。コーヒーを見てる。チョコボで駆け巡ろう。どうなんでしょう、このバージョンの体験版でチョコボ乗れるのかな。あ、さっきのお姉さんお茶してる。あ、おいしい。え、こんなに食べるんですか。ガルラ肉のナゲット食べてるのかな。あ、またここにも飯テロが。食事前の皆様もう大変申し訳ありません。は3つしかない。それではお店一旦出ます。さて、私たちの車どこにあるんだろう。こっちではない。行く。あ、村人との会話。しばらくここで休みますよね。休む休む。私もさすがに疲れたよ。お疲れ様です。あ、すごいです本当に。あ、な、現代すごい。服装が本当に現代の欧米の人たちかな。普通に現代にいそうな人たちです。あれ、このお姉さんさっき食事してた。え、まさか、え、あれ、男の人になってる。あ、二人何してるんだろう。あれ、いつの間に入れ替わっちゃいました。ここで、ここで食事してたのにもう食事終わって出てきちゃった。ありました、私たち。あ、この車。あ、いたいたいた。これ、このお姉さんは。では早速話しかけたいと思います。シドニー、あれ来たんだみんな。あ、すごい、ボイスが入ってる。もちろん、安心しなよ、あと少し。そっちはどう。修理費用はもう少し待ってほしい。待つのはいいよ。ごめんね、さすがにただでは厳しくてさ。ま、壊したの俺らだし。この子ね、やっぱり育ちがいいんだ。下手な部品じゃ全然合わない。直すからにはきっちりやっとく。結構破格なんだよ、それでも。だよな、感謝してるぜ。支払いに上乗せて飯でもおごるさ。なら爺爺に壊れたって連絡したら、とにかく怒りまくってたから。お、オッケー、話しかけてみました。 FF シリーズ歴代のお約束のキャラクターシド。あ、今回